分けて考えることができるかと思うんですが、ただでも結構文字を書くのでテカテカのモニターさえなければマウスコンピューターのパソコンを買いたいなと思うんですが、なんで選べないんだろう。コスト的にも光った液晶の方が値段が高いような気がするのに、光らない液晶のやつはマウスコンピューターでは一台もないのです。それがちょっと残念なんですけども、そうですね。で、あと現実的に他にじゃあどういうパソコンを選ぶかというと、まあ、ヒューレットパッカーの法人向けのパソコンなどでもいいんですけど、法人向けだとメインメモリーが 2GB ばかりなんです。4GB というのがめったにないので、どうしようかなというふうに考えています。